こんにちは私はエステルゆき子です今回はヒヤリとしたけど守られたお話をさせていただきますこれは保育園でパートの仕事をしているときのお話です私は毎回お仕事の前に神様に子供たちが大きな怪我をしたり事故が起こらないように守ってくださいとお祈りしてから行くのですがそんなある日のこと私はとんでもない失敗をしてしまいましたそれは 1> 1歳過ぎのの子様たたがベランダでで遊び終えた時のことでしたガラス戸の近くにいた私は一番最後の部屋に入ることになりぐるっとベランダを見渡してチェックしたつもりでいたんですが見落としがあったんですちょうど遊具で隠れて見えずお子様がまだ一人いらっしゃるのにそのままガラス戸を閉めてしまったのです。 これは本当にゾッとすることで、小さなお子様を一人にしてしまうなど、絶対にあってはならないことでした。その状況に気がついたのは、1、2分後。これは本当に神様の守りがあったと思ったのですが、たまたま他のクラスの先生がベランダに出てこられ、すぐに見つけてくださったので良かったのです。もちろん室内でもそのお子さんの姿がないわけですから、結局は気づくことになるのですが、 とにかかかく早っったのかったののが良です。お子様がその時はあんまり動いてなかったので怪我もなく泣いてしまうこともなく守られたのでしたこの事実を知った瞬間私はヒヤリッと冷や汗が出るとともにショックで頭に鉄の塊でも落ちてきたような感じがしました私は過去20年ぐらいこのお仕事を経験させていただきましたがどんな場合にも保育ではこういう失敗だけは絶対にしたくない と思っていたよりによってそういう大失敗だったんですでも聖書には「良いことも悪いと思えることも全てのことについて感謝しなさい」と書いてありますそれは神様は愛の方なので悪いと思えることの後ろにも必ず最善の神様の計画があるからですですから私はとにかく神様の言葉に信頼し神様に このようなとんでももななないい失敗ををししまましししてままままたたここととと感感謝謝す。す。怪我や事故にならなかっ心の中で全てのことについて感謝しましたそしてその日はすでに夕方遅く縁も閉める時間が近づいていましたので私は本当に申し訳ございませんでしたと謝って帰ったのですその後、家に帰ってからもヒヤヒヤしていましたそれでもう一度神様に全てを感謝し祈る時を持ち 一人反省会をしました。次第に心は平安になり、冷静に自分のどの点がダメだったのか、一つ一つ見直して反省することができました。神様、このことを感謝します。主が働いてくださり、すべてこのことは益となりますから感謝します。この失敗を通して、私が成長できるようにしてくださると信じます。と祈りました。神様を信じる前の私だったら、こんなこときは、 もう自分が本当に嫌だと自己嫌悪でいっぱいになり嫌だ嫌だとしばらくの空き缶暗くなっていったんですけれど聖書には「私の目にはあなたは高価で尊い」と書いてありますから神様はこんな私の存在をも決して見放さないし神様の愛は変わることなくありのままの私を愛してくださっていると知っているので平安でいることができました。 その後、ふと考えました。今自分の中では反省と解決ができたけど仕事場所ではこういう場合厳しくご注意を受けることになるだろうからそれは覚悟しよう。神様もしそうなっても私はあなたに信頼しそのことも全て感謝します」と続いて祈りましたそして次の出勤の日行くとやはり「この間のことでちょっとお話を」 ということで、お呼び出しがありました。私は緊張しながら向かいました。お話はまず、当日起きたことの細かい状況の確認、正確にそれぞれの行動の確認が再びなされました。さあ、この後か、といよいよ身構えましたが、私の予想とは全然違ったんです。今回の出来事については、すでに職員の間で話し合いがされていて、 同じ失敗が起きないためには、どのような点に気をつけるべきかの結論がまとめられているので、それをお伝えしますね。と言って、具体的な注意点と対策を一つ一つ丁寧に説明してくださいました。さらに、私にも何か気づいた点はありませんかと聞いてくださいました。最後に、今度は同じことが起こらないように最新の注意をして、新たな気持ちで一緒に頑張っていきましょう。 ととてても穏やかな口調で話してくださいましたまるで私が一人反省会をしていたのを知ってるかのように私を責める言葉は何もなかったのです。責められて当然なのに他の先生たちも同じで「失敗いたしましたすいません」とお伝えするとみんな穏やかにカバーしてくださるのでした。こんなに配慮されて良いものかと感じるほどでした。私はそれまでも この仕事場所のいろいろな誠実な働きに信頼して使えさせていただいていましたが感謝でいっぱいになりました。さらに、今回の一連の出来事を通してますます信頼の気持ちを持つことができたんです最悪と思える失敗のあとこんなにも爽やかに明るい気持ちでまた頑張っていこうと前向きになれたのは神様が働いてくださったからだと思っています。全てをにに変えられる神様に感謝いたします。 私の話を最後まで聞いてくださってありがとうございました。